レオンハルト・オイラーは、18世紀の数学者、天文学者、18世紀の数学界の中心となり、続く19世紀の厳密化、抽象化時代の礎を築いた。数学者としての膨大な業績と、後世の数学界に与えた影響力の大きさから、19世紀のカール・フリードリ・ヒガウスと並ぶ、数学界の二大巨人の一人とも呼ばれている。右目を失明していたため、 数学のサイクロプスとも呼ばれた。1707年、スイスのバーゼルに生まれる。オイラーの父も数学の教育を受けた人物であったが、オイラーには自分の後を継いで牧師になることを望んでいた。1720年にはバーゼル大学に入学し哲学を学んだが、ここで数学者、ヨハン・ベル・ヌーイに出会って、数学の才能を見出された。 1724年には、進学の道へと進んだものの、オイラー自身は数学に強い興味を抱いており、またその才能を見込んだベルヌーイが両親を説得したため、数学専攻へと転じることとなった。1727年、オイラーは、サンクトペテルブルクの科学学士院に赴任した。この地で、ダニエル・ベルヌーイの同僚となり、1733年に、 ベルヌーイがスイスに帰った後もペテルブルクに留まり続けた。1734年にはカタリーナ・グゼルと結婚し、1735年、バーゼル問題を解決したことで有名になった。しかし、1738年には片目を失明し、さらにロシアの正常不安によって研究生活は不安定になった。1741年、 プロイセン王国のフリードリヒ2世の依頼で、ベルリンアカデミーの会員となり、ドイツへ移住した。オイラーはここでも高い業績を上げたものの、徐々に、フリードリヒ2世に疎まれるようになる。彼は、無限解析入門イントラダクテオインアナライシン、インフィニトレムと、微分学協定インスティテューションスカルキアライ、ディフェレンショリスという2冊の数学書を出版した。また、オイラーは、 アンハルトデッサー工女の教育のために科学への入門書を執筆し、その後、自然科学の諸問題についてのドイツ王女へのオイラーの手紙レッドルアユーヌプリンセスティー、アレイモニア・シュールダイバーズ・スージア・デファジーク、イデ・フィロゾフィーとして出版された。この本は欧米で一般の読者を対象にした科学書として広く読まれ、オイラーの最も有名な著書となった。当時、 ベルリンアカデミーにはボルテールもいたが、二人が親密になることはなかった。エカチェリー・ナニセリが定位についたことで、1766年にオイラーは、再びサンクトペテルブルクに戻った。オイラーはここで工具を受けたが、1738年、頃より主力が低下し、1771年頃には、両目を完全に失明したものの、その後も、 研究意欲が衰えることは全くなく、彼は同僚の教授たちに論文を読んでもらい、脳内で執筆した論文を口述筆記してもらうことで多数の論文を生産し、1783年に76歳で亡くなる、その日まで精力的な研究活動を続け、人類史上最多とも言われる膨大な量の論文や著書を残した。墓は、 アレクサンドル・ネフスキー大修道院にある。スイスの第6次紙幣のジュフラン紙幣解析学においては、膨大な業績があり、微分積分の創始以来最もこの分野の技法的な完成に寄与した。級数や連分数、母関数の方法、補完法や近似計算、特殊関数や微分法定式、多重積分や変微分法など、古典的な解析学の あらゆる領域において基礎から応用に至る広い業績があり、自身の発見を教科書を通し広く一般に普及させた。膨大な量のため、彼の解析学における仕事、いわば公式一つ一つが完全に伝わっているわけではなく、新たな公式の発見とされたことが、実はオイラーの発見の再発見に過ぎなかったということがしばしば起きている。また、彼の名前は、 指数関数と三角関数の関係を与える、オイラーの公式、オイラー・マクローリンの和公式、オイラーの微分方程式、オイラーの定数などに残っている。さらに、複素数の変数を積極的に用いて、解析学に限らず数学全分野に大きな業績を残した。フェルマー以降進展がなかった、整数論において、 ラグランジュの出現までほぼ一人で研究し続け、二次形式や原子ネ、ね、フェルマーの小定理の拡張など、数々の功績を残した。現在でも、数論的関数の一つである、オイラー関数に、彼の名前が残っている。また、ゼータ関数を初めて扱い、後に解析的整数論の重要な主題となる、重大な結果を得た。彼は1735年にゼータイコールパイに、 6を求めることに、初めて成功し、さらにタイコール π4,90, タイコール π6,945, タイコール π8,9450, タイコール π10、93,555, タイコール 691π12,6 億3,851万2,875を求めた。また、百三十七年には、 ゼータ関数と素数の関係を表すオイラー積の公式を発見し、素数の逆数の和が発散するという新たな結果を得た。さらに超人的な数学的直感に基づいて、ゼータ関数の負の数における値に意味付けを与えたが、これは後に数学的に正当化された。数の分割の理論においては、母関数の方法の応用が著しく、互角数定量、 はじめ様々な組み合わせ論的、あるいは、大円関数論的な高等式を得た。幾何学においては、位相幾何学の走りとなった、オイラーの多面体定理や、ケーニヒスベルクの橋の問題が特に有名である。特性類の一つであるオイラー類は、本質的にこの、オイラーの多面体定理によって特徴づけられるもので、ある。ケーニヒスベルクの橋の問題は一種の一、筆書き問題であるが、 オイラーはこれに取り組んで一筆書きが可能になるための必要十分条件を求めた。これはグラフ理論の起源となり、今日では一筆書き可能なグラフはオイラーグラフと呼ばれる。解析幾化学でも古代イギリシャのアポロニウスによる円錐曲線の理論を解析幾化学的手法によって近代化を図っている。数理物理学ではニュートン力学の幾何学的表現を解析学的に 修正して、現代的なスタイルに変更した。彼は1736年に初めて力をはっきり定義し、解析的な形で運動方程式を与えた。それ以後、この定式化に基づいて、振動源の問題を論じ、また、地球の衝動の研究において、運動方程式による三体問題の定式化を行った。 そして1755年には流体力学の基礎方程式を導いて体系化した。さらに1760年には合体の力学を論じ合体に固定した運動座標系を導入してオイラーの運動方程式を得、これを発展させた。合体の方位を規定する3つの角はオイラーの角と呼ばれている。ただし彼は1760年代までニュートンの 重力理論を容認できず、デカルトの10万理論、エーテル理論に固執していた。その他、変分法に関する業績も多い。ライプニッツによって定義された関数を初めて、y イコール f の形で表したのも、オイラーである。このような近代的関数の概念は1748年に導入され、物理学など、応用方面でも使いやすいものとなった。オイラーは、 人類史上最も多くの論文を書いたと言われる数学者であり、並の数学者が一生かかって執筆する量の論文をオイラーは毎年のように発表し続けていたとも言われる。彼は平均すると年間800ページを超える論文を執筆しており、短い論文であればわずか30分ほどで書き上げることができたという逸話も伝わっている。 オイラーが執筆した論文は現時点で886ペが確認されており、これらの論文は5万ページを超える全集にまとめられて1911年から刊行され続けているが、その全集は刊行開始から100年以上が経った、現在も未だに完結していない。1980年から2000年にかけて流通していたスイスの第60紙幣のジュフラン紙幣には、 オイラの肖像を見ることができる。ありがとうございます。